そこへ向けてのスタートラインに立ちました小原啓太です。Tinaguri ang time bomb sa larangan ng Philippine Boxing ang ating kabayan na tubong Bukidnon na si Alvin Lagumbay. Ngunit bago yan, welcome dito sa ating panibagong video at salamat sa suporta sa ating munting channel. Dumayo sa bansang Japan ang ating kababayan mga bro para makipagbakbakan sa pambato ng Japan ang Japanese champion na si Keita Obara na isang WBO Asia Pacific welterweight champion. Malaki ang kumpiyansa ng mga Hapon mga bro na sisibukin lang ng kanilang pambato ang Pinoy na si Lagumbay na sa panahon na iyon ay may 9 wins, 2 losses at 8 knockouts kumpara sa Japanese champion na si Obara na may malupit na record na 19 wins, 2 losses, 1 draw at 18 knockouts. Naganap ang kanilang sagupaan mga bro sa Tokyo, Japan na kung saan ang pinaglalabanan nila ay ang WBO Asia Pacific welterweight belt. Tara na mga bro, ating panoorin ang malupit na sagupan ng tinaguriang time bomb ng Philippine boxing kontra sa Japanese champion na si Obara. Sa unang round mga bro, naka southpaw stance ang ating kababayan, naka orthodox naman ng Hapon. Mapapansin na rin natin dito mga bro ang laki ni Obara kumpara sa ating pambato. よろしくお願いします。よろしくお願いします。川口健さん、小原啓太が世界戦へ向けての2018年が始まりました。今年こそね、もう一度世界と強化試合はやっぱり KOで勝ちたいですね。その辺り川島さん、思うところは大きいでしょうね。そうですね。まあ一度その敵地でですね、海外で世界戦があって、まあ敗れてますので、もう一度という気持ちが小原には強いんじゃないですかね。再起をはかって、さパグリパスng unang minuto mga bro, nakapatama ng kombinasyon ng Hapon na naging sanhi ng pagkabagsak ni Lagumbay.狙ってもいいんでしょうね。見ると思いますよ。相手の効き具合ですけどね。非常に軽快なフットワークです。状態の良さを示してきました小原啓太の第1ラウンドの序盤です。はい、どうぞ川島さん。非常にタイミングはいいパンチでしたね。左フックの打ち終わりの右の感覚ですよね。まさやかに相手を倒し切りました。さあ具志堅さん、ラガンベイですか、ダメージが残っているかどうかですね。また、そんなに効いたっていうのは大事ですね。いいタイミングでもらいましたからね。サウスポースタイルのフィリピンのアルビン・ラガンベイ、23歳です。小原の映像を見て非常に研究する時間を長く要してきたと、費やしてきたと話しています。間違いなく小原は強く難しい相手というふうに評価しましたラガンベイです。ボディを入れていく、まあ、一発を狙ってますので小原ね、よく要注意ですよね。特にサウスポーですからね。ここまで11戦戦って9勝、 KO 勝利が8回あります。 KO 率は 72.7% というフィリピンのラガンベイです。パンチの当て感というのは具志堅さん、ラガンベイいかがですか。まあ、パンチは大きいんですけどね、そんなにサウスポーの左ストレートがうまいというわけでもないんだけど、はい、ちょっと大振りはやっぱりもらわない方がいいですね。危ない左ストレート、はい、ちょっとこの辺り川島さん気をつけなければいけませんね。一番悪いところはやっぱりちょっとずる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 下がっちゃうところですね。右はこっちが当たりました。ただかなりプレッシャーはラガンベイありそうです。公式がなります。あと10秒です。さあ畳みかけるか。パンチが2つ当たった小原啓太。2018年、この年内の世界戦に向けてのスタートライン、小原啓太第1ラウンドが終了しています。Dito sa round 2 mga bro, tumi tempo na ang ating kababayan para makapatama ng suntok. 気をつけなければいけないという大きなパンチもありました。川島さん、第1ラウンドのラガンベの動きを見ての特徴をどのように感じられましたか。あとから左打ち上げるような左ストレート、気をつけなければいけません。
ぱパンチがあるんですね。ありますか。やや小原の右の方が赤くなってきました。まあ非常にラフですけどね、大きくパンチ振り回してきます。ちょっと打ってくるところに何かカウンターのパンチを欲しいですね、小原。どうしてもこうディフェンス一方一辺となってしまうところがあるので、はい、距離感としては具志堅さん、はい、やや遠めに取った方がいいですか。そうですね、やっぱり小原やっぱりリッチもありますからね、距離はやっぱ相手のペースで左タッチ当てた。いいですね、的確に捉えました。ワンツーを軽くフェイントしておいて、相手打ってきたところにまたカウンターですよね。先ほどは小原啓太らしいスタイルでした。相手の動きを見ながら効果的にパンチを当ててくるというスタイルです。小原啓太、非常にバランスの良さ、それが特徴と自らも語ります。小さなモーションからリーチが伸びてくるというラガンベイのパンチです。左のストレート、具志堅さん、どうやら左のストレートがかなり多いようですね、はい、多いですね。だからやっぱチャンピオン、これはやっぱ右ストレートを出した方がいいですね。右のストレートです。危ない危ない、ちょっと少ない、ちょっとオーバーが良くないですね。この第2ラウンドはチャージをかけてくるようにラガンベイが前に出てきます。手数としてもかなり多くなっているアルビン・ラガンベイ、フィリピンの22歳、優勝中のノックアウト勝利は8回、いずれも早いラウンドでの決着というラガンベイです。ちょっとサウスポン苦手意識あるんですかね。やりづらそうですか。小原啓太はフィリピンからやってきたノックアウトマシーン、ちょっとこう強いこうツボに入るまでのちょっと時間がちょっとかかってますね、アジアパシフィックのベルトを巻いて V2 決戦を迎えた31歳の小原啓太です。sa huling 35 seconds sa round 2 mga bro, nagsabayan ang pagbitaw ng suntok ng dalawang boxers na kung saan bagsak silang dalawa. Ngunit laking gulat ng mga Hapon na nakatayo ang Pinoy at naiwang nakahiga ang kanilang pambato at hilong-hilo na parang nasabugan ng bomba si Obara, at dito na nagtatapos ang kanilang bakbakan. Salamat. Pag-usapan na lang natin sa baba ang inyong opinion. Babasahin ko yan isa-isa. Mga tol, kamusta? Gusto bang makakita ng bakbakan na tunay na labanan? Balitang boxing, pag-uusapan, nag-aapoy ang bawat laban.